皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、ヤバい男に遭遇したことある？の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。大学の時、池袋の東武デパートで何気なく振り返って、パッと目が合っただけの同年代くらいの男に、30分近く睨まれながら後をつけられて逃げ回ったことがあった。すげえ怖かった。目を合わせたのは失敗。病気の人や中毒の人は、スパイ、敵、などと思い込み対象物を排除しようとする。電車で椅子に座って寝てたら、前に立ったおっさんが何度も俺の上に倒れ込んで抱きついてきたことがある。見た目はごく普通の推定50代後半のおっさんだった。おかしい人なのか同性好きなのか座りたかったのか。あとセーラー服着たおっさんを昔武蔵野線あたりで時々見た。盗難車をセーラー服着て運転してたおっさんがいたってニュースで見たけど、セーラー服着て歩くだけなら罪にならんよね。ホームレスみたいなボロボロの格好したおじさんに、全国を旅してるんですが、ここら辺を案内してくださいませんか、って言われた。ちょうどバスから降りた途端に話しかけられ、すいません、この土地に詳しくないので、って言った。すぐそこに家があったけどね。そしたらおじさんは黙ってどっか行った。ちょうど昨日で食わした。クリーニング店から出たら、外にいた男に、突然嫁に来てくれと言われた。無視して早足で近くにあるコンビニに逃げようとしたら、いきなり大声で規制を発しながら自転車に乗って去っていった。自転車に乗りながらも遠くで何か怒鳴っていた。何言ってたのか聞き取れなかったが、怖すぎる。電車が信号の故障で止まった時、前にいた一見普通のやつが、静かにドアを殴り出した。ブツブツ言ってるが、よく聞くと、早く動けよふざけんな、死ね、と言ってる。殴る対象として物と人間を区別してるだけまだいいが、顔が無表情なだけにむしろ怖かった。本屋でバイトしてた時に客の男と一度視線があって、直後に彼は店を出て行った。そしたらすぐに戻ってきてすごい剣幕で、俺が何かしたか、万引きするとでも思ったか、などなど怒鳴りまくられた。時間は短かったけど、小さい店内に私とその男だけですごく怖かった。最後に、殴られなかっただけ感謝しろ、とか言って出て行った。その1ヶ月ほど後に、駅のホームでその男を見かけた。顔ははっきり覚えてたので、あの人だ、と思ってたら、おばさんがすれ違いざまにその男とかすかに肩が触れた。おばさんはそのまま通り過ぎていったが、男はその後ろ姿をじーっと睨み続けてた。大変そうだなぁと思った。電話ボックスで地面に座って何やら話してるらしい男がいた。だって言ってるだろ、ああ、と叫び始めた。なんだよー、ああ、ボックス中から怒声が絶え間なく聞こえた。あれほど見ちゃいけないと思ったことはない。ターミナル駅の大きい本屋で雑誌を探していた。背表紙のある厚い雑誌を棚の高いところに戻す途中で手が離れてしまい、ガタンと大きな音がした。そしたらすぐ横で立ち読みしてたおっさんが、すごい勢いで顔をこっちに向けたのが視界に入った。で、そのまま近くの本棚で欲しい内容の雑誌を見つけて中身を確認していたら、さっきのおっさんがすっごい顔を近づけて私を睨みつけている気配がした。どうしようかちょっと悩んだけど、ただならぬ怒りを感じるので、このタイプはやばいと思って、気づかないふりして1ページ読んだ後、本を戻してその場を立ち去った。マジで怖かった。路上で包丁のような刃物を片手に持ったおじさんを見た時は怖かった。そこは通学路で、
周りには学生がちらほらといて、みんな当たり前だけど避けて歩いてた。おじさんはというと、刃物をブラブラさせたり振り回しながら大声出してた。あの人は捕まったんだろうか。この間バス待ってたら突然万札を突きつけられた。焦点が合ってないし、まともに見えず、バスの乗り方わかんないのかなと思って教えようとしたら、意味に気づいて脱力。結構です。って言ったら、近くにいた年配の女の人にも同じことして、挙句に、ここら辺でできるとこない、と聞かれた。本気で風俗ってすごいと思った。あの人としろと言われたらお金払っても断るな、という感じの異様さだった。地下鉄に乗ってる時、明らかにラリってる20代前半の男が電車に乗ってきた。夏だったのでノースリーブを着てたんだけど、体中に入れ墨入れてて行動もおかしい。目も泳いでるし、立ったり座ったり挙動不審だった。男は六本木で降りていった。お茶しましょうとだけひたすら繰り返す男に本屋で付きまとわれたりとか、道を聞かれて答えられなかったら怒鳴り出したおっさんとか、いきなり近づいてきて、バーカ、って言いながら電柱蹴り出した男とか、一定距離を保ってひたすら後をつけてきた明らかに目がいっちゃってる男とか、年一回は遭遇してるな。中学の時、休みに友達と海へ行って遊んでいたら、いきなり私たちの間に、万札を持った手がにゅっと伸びてきた。驚いて振り向くと、汚らしい作業着を着たおっさんがヘラヘラ笑いながら立っていて、これからおじさんと一緒に食事でも行かないか?と。もちろん私たちは断ったが、おじさんは、何でもおごってあげるから、欲しいものがあったら買ってあげるから、と、しばらく粘られた。断り続けてやっとおじさんは去っていったが、中学生相手になぜあんなに必死だったのか今もよくわからない。そやロリコンだからだろ。高校の時、下校中に自販機と自販機の間に全裸で挟まっている男を見たことがある。思い切りこちらを見ながら自分の股間を触っていた。高校生を性の対象にしたいのはわからんでもないが、男の腕を見ながらするのはどうかと思ったよ。夏の日の塾の帰りに、駅までの商店街で変な奴に話しかけられたよ。最初は、今何時?駅まではどう行くの?とか、歩きながら普通に答えていたんだが、答えてもいつまでも横にぴったりついてくる。そのうちだんだん発言がおかしくなってきて、うろ覚えだけど攻撃的な言葉になってきた。こいつおかしいと命の危険を感じて、全力で走って逃げた。家を知られたら危険だと思い、普段から鍵がかかっていない親戚の家に逃げ込み、玄関の中で郵便受けの穴から外を伺った。しばらくしたら人影がキョロキョロしながら道を通り過ぎてった。消えた後も数分してから安全を確認して家に帰ったよ。そややばかったなぁ、無事で何より。親戚がやばくね。俺も思った。彼女の話。中学時代一人で家にいると電話がかかってきた。出るとおっさんの声で、保健所のものですが、近所にセキュリが発生しました。今あなた一人ですか?はいそうです。今からすぐそちらに消毒に行くので、そのまま家にいるように、と、そこへお母さん帰宅。あ、お母さんが帰ってきました。電話変わりますか?すると一方的にガチャッと電話を切られたそうだ。自分は男ですがこんなことがありました。中学の時に塾の帰り道の途中で喉が渇いたので、自販機でジュースを買おうとしてました。しかし運悪く10円を落としてしまい、自販機の下に転がっていきました。夜だったんで暗くて見えないから困っていたら、
後ろから白人のでっかい人が肩を叩いてきました。なんだと思いながらも見ていると、自分に10円をくれました。でも10円玉はまだ他にもあったんで、それは断ろうとしたんですが、なぜかこれ使えみたいな感じで、手に10円を渡してきたので、そこまで言うならってことで、ありがたく使わせてもらいました。ジュースを飲みながら自転車を漕いで信号のところで止まっていると、いきなり後ろからさっきの外人が走ってきて、さっきの金を返せ、みたいなことを言って手を出してきました。それがあまりにも怖く、結局10円を外人に渡しました。すると外人はまた黙って去っていきました。マジで怖かった。いきなり外人って怖いよな。近所の河川敷付近を経由して家へ帰る途中、見るからに不老者な、長身で40代ぐらいのおっさんに絡まれたことならある。10メートルくらいの距離で存在に気づいたんだけど、瞬きもせずにまっすぐこっちを睨みつけてるから、あえて反対側の車道に避けたのに、おっさんも進路を急変更。やり過ごそうとしたがやっぱりダメだった。真正面に立ちはだかって、さっきだって睨みつけること10秒くらい。なんすか、と情けなく言ったら、そのまま通り過ぎていった。殴られるとかの恐怖より、抱きつかれたり触られたらどうしようという恐怖の方が強かった。5年ぐらい前、家にいると玄関を叩く音が聞こえた。出てみると、明らかに不老者らしい50代ぐらいのおっさんが立ってる。何か様子か。聞くと、男は突然土下座して、お金を恵んでください。2日間何も食べてない。10円でも5円でもいいからくれ。と、大声で言い始めた。断っても断っても引き下がる気配はなく、結局5分近く粘られたが、家にあった菓子パンをあげるとしぶしぶ帰っていった。俺は平静を装ってたけど、内心泣きそうだったわ。1年前に駅のホームで変なおじさんが階段の下でうろうろしてた。私より先に階段降りてった何人かに話しかけようとしてたみたいだけど、みんな華麗にスルーしてた。階段を降りた私とそのおじさんがバッチリ目が合っちゃって、小心者の私は逃げるに逃げられない状況に。すいません、1000円貸してくれませんか？え？見ず知らずの人にお金は貸せません。ごめんなさい。切符なくしちゃって外に出られないんです。貸してください。そんなことできないですよ。お願いします、お願いします。ごめんなさい、ごめんなさい。早足で逃げようとすると腕をつかまれる始末。しかもかなり力を込めているようで尋常じゃないほど痛い。何人かこっち見てるけど助けてくれない。最後は目的の電車に飛び乗って逃げた。私も駅の切符売り場で、おばあちゃんから、300円足りないからちょうだい。300円くらいいいじゃない。まるまる駅まで行くんだけど、って言われたけど、友達がなんとかしてくれました。姉の話ならあるぞ。夜間の帰り道で車が追跡してきたんだと。怖くなった姉は早足で逃げようとしたが、前に回り込まれて急停止。で降りてきた中年の男にしょんべんをかけられた。たまらず泣き出した姉に、クリーニング代と言って1000円を渡して去っていったそうだ。ついでにもう一個。やっぱり姉が夜間に帰宅している時だが、俺の携帯へ、変な人がずっとついてきてる、と連絡が入った。やばい人だったら嫌だなと思いつつ自転車で駆けつけると、確かに後ろに人がいた。自分が来るなりすごい早足で方向転換していってしまった。姉と後ろ姿をじーっと見てたら、何度も振り返ってこっちを睨みつけていてちょっと怖かったよ。深夜1時過ぎに会社から車で帰宅中に、人気のないくらい山道を通らなければならないんだが、
前方に原付バイクの横に立ってヘルメットをかぶったまま、道路を凝視してる男を発見。何してるんだこんな時間にと、その人に気を取られつつ前進してると、急に視界へ猫の死体。ハンドルを思いっきり回して、すんでのところでギリギリ避けた。なんなんだあの男はと考えてたら、後ろにぴったりくっついて追ってきてたよ。スピード上げて振り切ったけど、かわいそうな猫をなんとかしたかったのか、自分で引いてしまったのか。埋葬しようとしてたんじゃね。犬の散歩をしていたら、横自転車で通り過ぎていった知らない兄ちゃんが戻ってきて、歩くの早いね。目がパッチリしているね。どこまで行くの?と声をかけてきた。適当に答えてわざと遠回りをして帰ったけど、ほんと怖かった。時間を聞かれる道を聞かれることから入って、そのままどんどん話が怪しくなっていくとかね。ああいうのも最初は警戒してないから怖い。夜10時頃に大阪環状線に乗っていた時、車両は悠々ではないものの、ほどほどに混んでいた。私はしばらくぼーっと窓の外を眺めていたんだけど、ふと急にカバンに入っていた文庫本を読みたくなって、背中に背負っていたリュックを下ろして体の前に持ったら、私のすぐ後ろにいた男が、俺のことスリだと思ってんのかよ。ふざけんな。俺を泥棒と思ってんのかよ。バカにしやがって。お前みたいな貧乏人が自意識過剰なんだよ。俺のどこがスリなんだよ。と、私の後ろで延々途切れることなくブツブツと低い声で喋っていた。あんまりにも怖くて、次の駅で一旦ホームに降りて車両変えた。小3の時、学校の帰りに道端で若い男にお尻を触られた。あまりのショックに泣きながら家に帰ったんだけど、数日後若い男から私宛に電話が来て、どんなパンツ履いてるの?と聞かれ、恐ろしくて泣いた。さらに数日後、一人で家にいたらチャイムを鳴らす音。モニターでチェックしたらその期間が経っていて、怖すぎて失禁。そのまま110番した。それ以来一人でいる時の電話と訪問者が怖い。怖い。商店街を歩いていたら、前方から歩道を自転車が猛突進してきた。近づいてきて、なんか顔が変だなと思って目を合わせてしまった。おもちゃの鼻メガネをかけていた。すれ違いざまにこちらを凝視してきたので、やばい奴がおるなぁと思ってしばらくして振り返った。鼻メガネの自転車は停止していて、奴も振り返ってこちらを見ていた。怖いと思って早足で歩き始めると、背後から自転車の音が聞こえ、猛スピードで私の方を凝視しながら、追い越して走り去っていった。向かい合う形の座席の電車に乗ってたら、向かいに座ったおじさんがいきなり私の靴の中に手を入れてきた。すぐに正気に戻ったのか、すいません、と言いながら手を抜いた。痴漢だったんだろうか。去年の夏と最近の出来事。自宅が学校から車で1時間くらいの距離にあるので、毎日バスで帰っていた。ある日いつものようにバス停のベンチに座ってバスを待っていたら、おじさんに声をかけられた。バス停が学校の近くなので、親御さんかなと思って、笑顔で、はい、と聞き返した。そしたら急に顔近づけてきて、何年生、と聞いてきた。なんでですか、と聞き返したら、何年生、と執拗に聞いてくる。何度聞き返してもそれしか言わない。怖いけど顔が近すぎて場所を移動することもできないし、周りの人も助けてくれない。しばらく、何年生、という会話を繰り返し、何も答えない私に、諦めたのか、信号を無視して向こう側に渡っていった。それが一度ならまだしも、去年の夏だけで同じ人に3回遭遇した。
2回目はそのおじさんはバイクに乗っていて、反対車線から来て、わざわざこっちの歩道にバイクを止めて、私の方まで来て、何年生、と、ずっと聞いて、私が無視し続けてたらまた道を渡ってった。その後おじさんは私を見つけると笑顔で手を振ってくる。世の中知らない人に笑顔で対応するもんじゃない。自分もよく変な人に会うんだが、特に嫌だったのは、写真撮らせてくださいって、道端で知らないおっさんに言われて、怖いから逃げたらずっとついてきて土下座されたことか。まだ夕方だったのに。昔、夜自転車で静かな郊外を走ってた。そしたら電柱のところにフード付きパーカーに短パンで、フードを深くかぶってる体格がっしりめの男が、ややに大立ちでポケットに手を突っ込んでこちら側を向いて、全く動かずに佇んでた。俺は男なんだが、怖いなんてもんじゃなかった。よく女が、実際に襲われたら声も出ないっていうが、その理由がわかった。あの得体の知れない不気味さは尋常じゃない。男なら情けないこと言うなって。ある程度鍛えておくとどんなことが起きても動じないようになれるよ。喧嘩は良くないが自分の身くらい守らないとな。塾の帰りに背の高い黒人の人が、お待ちなさーい。って叫んで追っかけてきた。びっくりして自転車を全力で漕いで逃げようとしたんだけど、その人はどんどんスピードを上げて追いかけてくる。もう5分くらい漕いでるのにどんどん近づいてくるんです。私も体力尽きてきてスピードが弱まってきて、とうとう追いつかれたんです。もうダメかと思った時、黒人さんが片言で、あなた、安島さんですよね。は？いや、違いますけど。そうですか。と言って黒人さんはどこかに行ってしまいました。もしかして陸上の選手とかだったのかな？黒人すごす。駅のホームで寒かったので手を口に当ててはーっと温めたりしていたら、いきなり隣にいた男の人が自分の服を脱ぎ、無言で私の肩にかけようとした。と思って、いや、いいです、いいですから、と、苦笑いで後ずさりしたら、いきなり土下座された。ごめん、ごめんなさい。怒っちゃった、ほんと謝らせて。ごめん、許してくれる。いえいえそんな。と、その場から離れようとしたら、ごめん許して、謝らせてよ。と言いながら追ってきた。いやいや別に。と言い続けても引かないので、もう大丈夫です、ありがとう、と言ったら、よかった、と言って、スタスタ向こうへ行ってしまった。何かの遊びだったのかなあれは。友人の話だけど、ガラガラの電車で席に一人で座っていたら、女子高生が一人乗ってきてガラガラなのに隣へ座ってきたんだと。話しかけてくるでもなくて、友人は気持ち悪くなって次の駅で降りた。これが男女逆なら女の人でも気持ち悪さわかるかな。男女入れ替えるまでもなく女同士でもちょっとなんだろうと思うよ。ガラガラで隣座られたら。中学1年の時 CD ショップで CD 見てたら、顔半分が湿布か絆創膏みたいなので覆われた、酒臭くて小汚いおっさんが話しかけてきた。殴ってくれ。殴ってくれって聞こえた気がするけど、まさかね。殴ってくれ。やっぱり殴ってくれって聞こえるけど、でもありえないよね。わしを殴ってくれ。ちょうどレジの近くだったので会話が聞こえた男性店員が二人飛んできて、おっさんの腕を両側から固めて店外に引っ張り出した。女の子に殴られたいんじゃ、わしゃ女の子に殴られたいんじゃ。って絶叫。あれは何だったんだろう。ちなみに当時の私は145センチぐらい、ぽっちゃり童顔でよく小学生に間違われてた。まあ M だな。
夕方にチャリで借りていたビデオを返しに行く途中、おっさんがこちらに向かって何か言ってた。道を尋ねられてると思ったので止まったら、姉ちゃん5万でやろか、な、と、やたら満面な笑顔。怖くなってものすごいスピードで逃げたら追いかけてきた。恐怖で声が出ないって初めて実感しました。夜に玄関からものすごい音がしたので見に行ったら、スーツなのに下半身丸裸の男が倒れていた。玄関の鍵はたまたま閉め忘れていた。ズボンパンツ靴下は玄関を入ったところに置かれていた。咎めると、下半身丸出しのまま、間違えました、と土下座し始めたが、さすがに通報した。もう一つ、残業で遅くなり深夜に家路を急いでいたら、男が立ちふさがり、コートの前を開いた。かなりの至近距離だったので、怖くて股間あたりを蹴り上げた。何かを蹴った感触とともに、包丁のようなものが空を舞うのが見えて大慌てで逃げた。近くの肉屋の倉庫のガレージの下部分がちょっと開いていて明かりが漏れていたので、勝手に開けて中に入った。不審がる店主に訳を話して通報してもらった。自分もコートの下真っ裸なおじさんに見せられたことあるけど、真冬の2月の夜だったよ。ああいう人って寒さを感じないのだろうか。数年前、通勤電車で何気なくドアの横に立った時、後ろの男が何やらブツブツ言っている。俺は今から人を殺しに行くんだ。振り向いたらお前も殺すぞ。包丁持ってるからな。お前も死にたいか、殺してやろうか。はっきり聞き取れるくらいの声で、どう考えても私に向かって言っている。気づいた他の乗客が徐々に下がっていき、ラッシュ時だというのに、自分とその男の周りには空間ができた。一人の乗客が、やめなさい、と言ってくれたが、てめえも死にたいか、と凄まれる始末。運が悪いことに、私が立っていた側のドアは乗り換え駅まで開かない。視線を感じて向かい側のドア横を見ると、同い年くらいの女性がいた。彼女も多分恐怖で動けなかったんだろうが、目で頑張れと言ってくれている。不思議なもので、人間追い込まれると目で意思疎通ができるようだ。ここは最後尾から2両目。乗り換え駅に着いたらとにかく飛び出して大声を上げて、最後尾付近にいつもいる駅員に助けを求めよう。ドアが開くと同時に飛び出して、二人で叫びながら最後尾に向かってホームを走った。しかし、通報している最中に電車は発車してしまった。彼女も怖くてその男をしっかりは見ておらず、私もガラスに映った背格好などを伝えるのが精一杯だった。その日、都内の繁華街で連続通り魔殺人があった。犯行の場所や時間、犯人の住所や背格好、凶器などから考えるに、犯人は私が電車で遭遇したあの男にほぼ違いないと思う。振り向かないでよかったね。亡くなった人には申し訳ないけど無事でよかったね。仕事中にもかかわらず彼氏に泣きながら尻滅裂な電話して嫌がられた。その後しばらくカウンセリングに通ったよ。トラウマになるね。電車とか乗るのも怖いだろう。夜バイト終わって地元の駅を出たら、チャリでぐるぐる徘徊してる男がいた。変だなと思いながらも、チャリに乗って家路に着いた。途中で信号待ちしてたら、さっきの男がゆっくりぐるぐるしながら何か喋ってる。やばいと思って遠回りしてたら、やっぱりゆっくりついてきてる。全力で引き離して急いで家に飛び込んだ。信号待ちしなかったらつけられてるの気づかずに家バレるところだった。何するでもなくずっと女の背後について回るという変質者が近所で頻繁に出たということがあったな。自分は出会ったことはなかったけど、怖がらせたいのかな。
児童の送り迎えや集団登下校が増えた。まだ茨城に住んでた頃のこと、会社の部会があって1時過ぎの夜道で自転車を走らせていた。もちろん真っ暗で、街灯だけがほんのり光ってるだけの道だったが、一台の車が背後からゆっくり近づいてきた。追い越すかと思いきやなかなか追い越さない。ようやく追い越したかと思ったら、なんと50メートルほど前方でゆっくり止まった。そして車から男が降りて、何やらこっちを向いて両手を開き始めた。どんな理由にしろ、ここで自転車を止めてしまったら何が起こるかわからない。直感でそう思った私は、全速力のまま自転車を漕ぎ続けた。その男の真横を振り切ろうとした時、ねえねえ、道を教えてくれない?と言ってるのが聞こえた。でもあの判断は今でも間違ってなかったと思う。私の友人で車に連れ込まれそうになった子もいたし。俺夜中に女性に会うと 100% 避けられるよ。あと猫も俺を見て逃げる。昔は寄ってきたのにな。最初は憤慨したが最近は気にしないことにした。続く。